はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みもでございます。僕はですね、モッドを使って遊んでいるんですが、ちょっとメイン的なお話をしたくて今回動画撮らせてもらいました。最近動画毎日上げてないんですけど、ちょっといろいろと考え事ありまして、今日は上げていなかったんですが、年末かけて出しますのでお楽しみにしてほしいのと、あと、これは、プネシさんからのお願い的な、あれなんですが、なんだっけ。そうそうだ。ユーミンとの再現ワールドとかに関しての話なんですが、仮面ライダーの再現にも関してなんですが、ちょっとメインデータ、つまり通常版の方も、やつがちょっとたまに動画が撮れにくくなってたりするので、もしかすると、モッド版の方さにバージョン 1.7.0 とかに戻し、の方の方で作る可能性もありますという、終了前を作ってもらいます。理由的な話としては、たまに、録画してると消えるんですよ。録画データじゃないんですけど、こっちって喋ってて終わりましたって言うと、クラッシュ扱いなんです。なんでちょっと動画も遅れますよ。仮面ライダーとっても良かったジェットンです。映画も良かったジェットンです。理由は前の動画を確認してください。ということで、まずお知らせ動画の一応ですね、以上ですが、年越し前、つまり、いつも年越し前にやってる動画に関しては、今年もやります。そして、明けましておめでとう動画もやりますので、お楽しみにしてほしいなっていうのと、いろいろとお知らせすることが多かったので、PS、さっきの再現ワールドの話になるんです。最後のお話、最後っていう人の再現ワールドのお話になりますが、まだ、動画のファイル帳、あと1回ぐらいまでやれ。エリアが中華社なので、早くても来年、前後に完成をさせたいと思うんですので、もし間に合わなかったらすいません。それは、多分、バスケで間に合ってないという理由なので、お察ししてください。ということで。年末年始のと、動画に関するお知らせでございました。では、明日、仮面ライダーの、感想など、通常のテレビ版の感想なども明日、いつも通り公開するので、ゆるーく見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。